自分でお金を稼ぐっていうのはステージに上がるっていうことで、誰かを応援する側にいたらダメなんですよ。応援してる人はステージに上がれないからな、自分でお金を稼ぎたいっていう人が多いと思うので、だったらステージに上がろうぜ。ステージに上がるということを書いたんですけど、まあ、ステージに上がるっていうのがそもそも何なのかっていうことなんですけど、自分でビジネスをしてね、お金を稼ごうとかって思ってる人多いじゃないですか。このチャンネルって特にそういうチャンネルなので、まあそういう風に考えてる人が多いと思うんですけど、それって僕はある種ステージに上がるということだと思っています。自分でお金を稼ぐっていうのはステージに上がるっていうこと。で、ステージに上がると何が起こるかっていうと、結局人から応援されたりとかするわけですよ。人から応援されたりして、それが原動力になって、そのビジネスが発展していくみたいなことがあると思うんですけど、ただ、いろんな人を見ていて、やっぱりステージに上がってないとか、ステージに上がる覚悟がないっていう人がすごい多いなと思っていて、でそのステージに上がる覚悟っていうのが何なのかっていうと、別に顔出しをしようとか、個人情報をさらけ出そうとか、そういうことではなくて、ステージに上がる覚悟って、応援される人になるっていうことをしなきゃいけないんだけど、やっぱそういう人に全然なりきれてない人は多いよなとは思うんですよね。感覚的にでもいいんですけど、イメージしてほしいんですけど、まあ世の中でなんかそういうステージに上がってそうな人っているじゃないですか。例えば起業家とかもそうだし、芸能人でもいいし、スポーツ選手でも何でもいいんですけど、そういうステージに上がってる人たちで、努力してない人って、マジで一人もいないと思わないですか？行動してない、努力してない。で、なおかつ、それを継続してない人、多分マジいないんですよ。小さい頃からね、死ぬほど努力してきて、挫折を味わって、それでも立ち上がって、努力して、それで多分ステージに立ってる人っていうのが、まあ多いというか、まあほとんどがそういう人なんじゃないかなと思っていて。で、それをね、考えたときに、じゃあ今自分自身のやってることはどうなのかっていう話なんです。そのステージに上がれるような、ことをやっていますか、人に応援されるようなことをやっていますかっていうと、おそらくそうじゃない人が多いんじゃないかなと思います。なんか僕も今で完璧だとか、自分がステージに上がってる応援してもらえるような人だっていうつもりはなくて、まだまだ考えなきゃいけないこととか頑張んなきゃいけないことっていうのは十二分にあるというのは理解した上での話なんですけど、まあそれでも副業でやってる人と結果が出てない人と比べれば、多分僕の方が圧倒的に行動量も多ければ努力の量も多いと思うんですよ。応援しろがあるというか、まあ、今でもいろんな事業やってるじゃないですか。まあ、それこそ代行サービスでハンドクラスやっていたりとか、最近だと新しくウェブライター向けのサービスを始めようと思って、まあ、店舗借りたりもしてるんですけど、まあ、要はリスクも取ってるし、努力もしている。まあ、だから、多少なりとも、まあ、自分で会社を経営できて、そのいろんな人にお金を払えて、まあ、10年ぐらい会社やってるんですけど、まあ、そういうふうにできてるのかなと思うんですよ。まあ、だから、ステージに多少なりとも、端っこかもしれないけど、上がることはできている。ずっと、自分が応援している側、誰かを応援する側にいたらダメなんですよ。これ何か分かりますか？単純な理由で、応援してる人はステージに上がれないからなんです。応援されないといけないのに、自分が一生応援してたら、その人はステージの下の客席にいる人じゃないですか。じゃあその人が起業できるのとか、ビジネスで結果出せるのっていうと難しいんです。だからそんなめっちゃでっかい会場の、でっかいステージのど真ん中に立てては言わない。なんか難しいと思うんです。タイミングもあれば、才能もあれば、やっぱりいろんなことが重なって、それができる人、できない人っていうのはいると思うんで、なかなかそこまでっていうのは難しいと思う。やっぱそれでも、ステージの上に上がる努力っていうのはしなきゃいけないと思っていて、少なくともね、自分が今やってることっていうのが、他の人と比べてどうなのかっていうのは客観的に見てほしいし、多分、今自分がやってることっていうのも、同じようなことをやってる他人に話してね、すごいね、なんでそんなに頑張れるのみたいに言われないぐらいだと結構しんどいんですよ。まあ要は、他の人と同じぐらいじゃダメなんです。なぜかって言ったら他の人と同じぐらいっていうのは結果が出ないぐらいだからですね。で、大体の人は結果出ないわけじゃないですか。もうこれしょうがないわけですよ。まあダイエットにしたってお金を稼ぐにしたって大体の人は失敗するわけじゃないですか。ってことは、その他大勢の人と同じ基準っていうことは、これは結果出ないことがほぼ確定してるわけで。で、この人たちがどうやったってそんなにできないって言われるぐらいのことをやっぱりやっていないと、なかなか自分で結果を出すっていうことは難しいと思うので。まあこれは本当に自分の目標次第でいいと思うんですよ。別にそんな、そこまでしてお金稼ぎたくないっていうのは全然いると思うので、それはそれでいい。別に全然それがその人の生き方なんでいいと思う。ただこのチャンネルを見てる人も、の中には自分でお金を稼ぎたいっていう人が多いと思うので、だったらステージに上がろうぜ。楽しいか、ステージに上がってる方が。もちろん大変なこともある。いろいろと言われることもあるし、途中でやめられないと大変なことっていうのもあるけど。なんかそれでも、なんか自分がゼロから考えて、それをいろんな人に応援してもらって、協力してもらって、それが形になって少しずつみんなに浸透していくというか、喜んでもらえるっていうのは、やっぱりすごく楽しいことだし、起業家とか経営者冥利に尽きることなのかなと思っているんです。だからなんかね、自分がこうやりたいことがあるのであれば、なんか今いるところじゃなくてね、このステージに上がるっていうのは意識してもらえると、もっともっとうまくいく確率っていうのは上がるんじゃないかなと思います。
まあ、このステージに上がるっていうのは別に顔出しで仕事が個人情報をさらけ出せとかそういうことじゃないっていうことを言ったんですけど、それができるんだったらした方がいいですよ。もちろん。だって芸能人の中にはさ、自分の本名も言ってないし、なんだったら顔も出してないけど芸能人やってますみたいな人多分いるわけじゃないですか。でも本名も出てるし、顔も出てるし、なんだったら住所も知られてますみたいな芸能人の方が圧倒的に多いわけじゃないですか。じゃあその方がいいんじゃない？そういうものを隠してでもステージに上がれるような何かを持ってるんだったらいいんですけど、でも何にもなってない、何も持ってないんだったらしょうがないじゃん。少しでもステージに上がる努力はしなきゃいけないので。だから顔出したってした方がもちろん良くて。だからそれは本当にリスクとリターンのバランス、どっちがいいのか。顔出しをするっていうのは当然リスクもある。まあ何か炎上してしまうとそれが燃えやすいとか、過去の経歴とかいろいろ辿られるとか、個人情報をちゃかれるとか、いろいろありますけど、ただ顔を出してる方がやっぱり覚えてもらいやすいし、信頼もしてもらいやすい。だからこれのどっちがいいかっていうのはもうわからない。その人次第。本当に自分がね、ステージに上がりたいとか、結果を出したい、お金を稼ぎたいと思ってるんだったら、顔出しをするっていうリスクよりも、そのリターンの方を選ぶべきだし、そうまでしたくない。別にそうまでして、別にお金を稼ぎたくないし、別に自分の人生を変えようとも思ってない。まあよくば、顔も出さなくて、安全なところで、ちょっと頑張って、お金を稼げればいいなって思ってる人は別にそれはそれでいいんですよ。それが実現するかどうかはわからないけど、それはその人の生き方とか選択なんで。別にそれは他人にどうこう言われるようなもんじゃないと思うから。まあなので、ぜひ、ステージに上がるということを意識してもらうと良いと思います。応援されるようなことをする。すごく言い当てられた気がします。いえいえ、そんなんじゃないですよ。って言いたくなる気持ちじゃダメなんですよね。ああ、まあそうね。まあダメではないけど、これはまたちょっと違う話になるかもしれないけど、やっぱ自分でビジネスを起こそうとしてるわけじゃないですか。これブログだろうが YouTube だろうが何でもそうなんですけど、結局自分で誰かに言われたわけじゃなくて、自分でこういうものを作ってお金を稼ごうってしてるわけなんで、自分が旗振り役になる必要があるので、自分が旗振らないと、なんか応援もね、どうしていいかわかんないじゃないですか。そう、自分すごいやりたいことがあるって言われたって、どう応援していいかわかんないでしょ。それがプロ野球選手になるとか、例えば経営者になって年商1億円の会社を作りたいとかって言われたら、そら、あ、じゃあこういう風に応援できるなとか、なんか今この人はこのぐらいの位置にいるのかな、みたいなのがわかるんですけど、結局それがわからないから、なんか応援のしようがないみたいなのがあるので、だからちゃんと自分が旗を振らなきゃいけない。やっぱ旗を振るっていう意味では、ステージに上がった方が当然その旗は見やすいし、顔出しをしている方が覚えやすいし、いいことはいろいろある。退職するまでは完全に応援する側でした。でも今は覚悟を決めて応援される側になれるように行動を続けています。今できることをどんどんやっていく。全部の箱を当ててやります。頑張ってください。いや、そうですよ。でも基本的にはやっぱそうで、僕らってそうでしたもん。やっぱサラリーマンの時っていうのは誰を応援してるかって基本的に社長なわけですよ。社長がこういうことをやりたいっていうから、それを実現していく。協力していくっていうのが、まあ社員というかサラリーマンだと思うので、そういう風にしてきた。でも辞めてしまったら、ね、自分の上には誰もいなくなるわけで。じゃあ自分が応援される人にならないといけない。まあ応援してもらわないと、なかなかお金を稼げないと思うから。だからその辺の考え方っていうのは全然変わってくるっていうのはあるかなと思いますね。なんかちゃんとだから、覚悟を決めてっていうのも大事だし、それを表に発信していくっていうことも大事だろうなと思います。めちゃくちゃ頑張っていたとしても、それが自分だけで抱え込んでしまっていたらわからないから。まあこれはね、なんか仕事の仕方でも言えることなんですけど、頑張ってるんだったら頑張ってるってちゃんと言った方がいい。そうじゃないと、頑張ってるのに何してたの？サボってたんじゃないの？って言われるかもしれないから。それってめっちゃ悔しくない？めっちゃ頑張ってんだよ。めちゃくちゃ考えてんだよ。じゃあそれをぶつけてほしいんだよ、こっちに。こんなに頑張って、こんなに時間を使って、こんなに考えてました。そうじゃないと、一人でどんだけやってるとかっていうのはわからないから。じゃあ全部監視するんですかって、監視なんてできないじゃん。別にいいんですよ。パソコンのさ、例えば作業画面とか全部ずっと録画しといてさ、この人がずっと何の作業をしてるのかっていうのを監視できるような体制にしたっていいけど、そんなところで働きたくないでしょ。まあこれは本当に何でも、外の人でも中の人でも同じなんだけど、なんかそういう世渡りみたいなのが下手くそな人マジで多いと思う。で、真面目な人に多いのよ。真面目であれば、真面目なほど多くて。でもそれってすごい損じゃん。お互いにとって損なんだよ。だって、そんなさ、頑張ってるのに頑張ってないなんて言われたくないじゃん。で、こっちにしてみたってさ、頑張ってる人のことをそんな風に言いたくもないし、不満も持ちたくないわけだ。だから、こんだけやっててっていうのを伝えてくれてれば、そんなことにならなかったけど、それをやらなかったがために、お互いに不満持つって、これ誰得の話なんていう。誰も得しないから。だからちゃんと、なんか外に出していくっていうのは結構大事。まあ頑張ってるアピールとかそういうのとはまたちょっと違うんだけど、でも、ちゃんとやっていることがあるんだったら、それ言わないとダメ。なんかこの話は、すっげーあれでするんですけど、ハンズクラスとかでもよくするんですけど、社内で。なんかキーワード選定とかって、やっぱめっちゃすっごい考えてるんですよ。めっちゃ考えてるの。あれを一個一個出すのに。例えばこういうキーワードっていうのは微妙だと思うし、収益にもつながらないからこっちのやつを選んでますみたいな。
だからジャンル的に言うとこの辺のキーワードがあるのが普通だけど、でもこの辺のキーワードってのはあえて選んでなくて、こっちの方でこういう風になるように選んでますみたいなのがあったりするけど、割とそれを伝えてないみたいなパターンがあるんですよ。それはなんでなんていう話。まあこれは社内でよくするんですけど、それが伝えてあげなきゃダメな話で、だってそれがないことによって、なんでこのジャンルなのにこの辺のキーワードがないんだろうってお客さん不満持っちゃうわけじゃないですか。まあ実際それでクレームにつながることがあるわけですよ。まあ数としてそんなに多いわけじゃないけど、たまにそういうクレームある。でも社内にしてみたらめちゃくちゃこれっていうのは考えて、それも全部分かった上でこっちにしてるんですみたいなのがあるんだったら、これ伝えてあげればお客さんにしてみたら、あ、そうなんですねってなるじゃん。そんなに考えてくれるんだ嬉しいってなるようなところを不満持ってこっちにしてみたって、クレームをもらったって嬉しいことっていうのは何もなくて、だからとにかくそういうことを考えてるんだったら、それちゃんと伝えてあげるっていう努力はしないと。まあ言ったら仕事サボってるみたいなのと同じなんで、まあ言ったらその辺を伝えるっていうのはめんどくさいことじゃないですか。追加の作業というかプラスアルファになるんで。でもそれをしなかったがためにお客さんにも不満を持たせてしまって、本来だったら満足してもらえる、喜んでもらえる、まあ言ったらもしかしたら感動してもらえるようなことなのかもしれないけど、そこに不満を持たせるってマジでいいことって本当なくて、なんか自分のやったこととか考えたことっていうのを伝えられるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事。ただ真面目に仕事をしていればいいとかっていうのはなくて、なんかその働き方によるんですけどね、そのお金のもらい方とか働き方によるんだけど、もううちみたいなベンチャー企業とかで働いてる人ってのはとにかく、まあとにかく真面目にやるっていうのは大事なことだし、めっちゃ働いてもらうっていうのはただもちろん大事なことなんですけど、でもそれプラスアルファでやってるんだったらやってるって言わなきゃいけないし、自分がどんなに考えてどんなに苦労してるかっていうのは伝えなきゃいけない。まあそれをどういうふうに伝えるのかっていうのはまた別の話で、なんかの打ち合わせのついでにちょっと言ってもらうのか、メッセージみたいなのもらうのかっていうのは別なんですけど、やっぱあんまそういうのをなんか表に出すのが苦手な人がすごい多いなと思う。いや、損なんですよね。お互いに損なんですよね。応援する人も応援の仕方もわからない。いや、そうですよ。ちゃんと旗振らないと。自分はこっちに行きたいですって。こんなことしてます。このぐらいやってますってのは言わないと。例えば、長内さんが話していること、アドバイス実践している人どれだけいる？ノウハウ集めに終わってない？とか思いました。まあまあまあ。まあでも、しょうがないけどね。なんかそういう、なんか話だけ聞いて終わっちゃう人がいるっていうのはもう、そういうもんだと思ってるから。しょうがないけど。まあでも、それで、ね、その人の目標を達成できるかとか、なんか幸せになるんだったら別にそれ全然構わない。まあでも少なくとも、ね、この YouTube を見てる人っていうのは、ブログでうまくいきたいとか、何かウェブライターとしてうまくいきたいとか、AI で、ね、なんとかこう、できたいみたいなのがあると思うので、まあだったらやっぱやんなきゃいけないことあるよね、とは思います。と、的確な表現ですね。いろんなことがステージに上がるときの状況と似ています。覚悟するっていうのも、上がる覚悟できるのかっていうところですよね。今まではそこから逃げて、自信も自己肯定感もなく、なってを繰り返してきたので、これからはやっぱり挑戦したいです。地下のステージからですが、いろいろ理解しているつもりで、ただ刺さっています。あれで刺さったなら何より、なあ。でもこれも結局その PDCA みたいなところには繋がるんですけども、まあ結構あると思うんですよ。その自己肯定感低くて自信もなくてみたいな人って多いと思うんですけど、やっぱりここも PDCA 回した方がいいんですよ。いや、どうすれば自信持てるのかとか、どうすれば自己肯定感高くなるのかとか、そういうことを考えた方が良くて。まあっていう話をすると、多分自己肯定感の低い人は、まあそれもできないから自己肯定感低いんだよって言われるのかもしれないけど、まあでもそれ、やっぱしんどい。しんどいっていうのは、その生き方がしんどいではそういう話ではなくて、その低い自己肯定感と自信がない中で自分でお金を稼ぐとか、自分で何かをやっていくっていうのはマジでしんどい。さっきの話と同じような話になるけど、結局そのままでなんとかなるならいいけど、なんとかならないわけじゃん。その自分でビジネスやりたいです。お金稼ぎたいですって言うんだったら、なんとかしないと。で、開き直られてても結構困るよね、みたいなところある。結構開き直ってくる人いるんだよね、その辺で。なんか、いや、自分はでも自己肯定感が低いから、みたいな。そんな方法をいくらでも試しました。でも自己肯定感が低いから、みたいな。いや、そうですか。じゃあ、その低い自己肯定感と自信がない中で頑張ってください、みたいなことしか言えないんですよね。なんか、そう言われても僕、まあ、これ言ってもいいんですけど、僕の人生じゃないから。別にいいんですよ。その人が失敗しようが、自己肯定感低かろうが何でもいい。でも、僕はいろいろ自分でやってきて、僕もともとそんな自己肯定感高い方じゃないし、自信がある方でもなかった。けど、いろんなことをやっていくうちに、その辺っていうのは何とかしてきたわけですよ。まあでも、大概ですね、時間が解決してくれると思っていて、それはなんか一つのことを、例えば20年近くやっていれば、そりゃある程度自信もつくでしょうと。ブログのことに関して言うと、僕はね、20年近くやってきてるし、YouTube でももう死ぬほど動画撮ってるわけじゃないですか。多分僕ほど、今までのね、ここ過去100年とか振り返っても、僕ほど多分ブログの話してる人ってマジいないと思うんですよ。本当にいないと思う。歴史上。っていうぐらい言ってるから、まあこれが自己肯定が高いとかあるかもしれないけど、でもそのぐらいやってきたから、だからそれはいろんなことを自信満々に喋れるわけです。まあそんなにね、自分もいろいろ経験してきたし、言語化っていうのをしてきたから、まあこれもだから時間かけてやってきたからこそですよ。これがだから半年とか1年だったら多分全くなんですよ。でも20年ぐらいこの業界とかいろんなものを見てきて、そういうふうに言えるっていうところがあるので、だから結構時間解決するところなのかなと思います、ね。まあでも本当、このマジなんとかしないと。なんとかしないと。
マジでそのままじゃどうにもならないから。まあ、わかるんですよ、気持ちは。自信がないとか、自己肯定感低いから、覚悟がないからみたいな。でもいつも言うけど、そのないないないで、じゃあどうやって結果出すのって言うと、じゃあ難しいよねってしかならない。それでいいんだったら別にどうぞ。難しいけど。でも嫌なわけじゃないですか。結果出したいわけじゃないですか。じゃあ頑張ろう。久々のライブ配信、&AI からっていう話はありがとうございます。高地さんの人柄、素敵すぎます。ステージに上がる身にしみます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ自分の人柄がどうこうっていうのは自分ではわからないけど。でもこれをなんか作ってるの、やっぱり今までやってきたことっていうのが、いろいろ積み重なってるっていうのはもう間違いないかなとは思いますね。もうやっぱり2005年からブログ始めて、大学時代もやって、で、大学卒業して、サラリーマンで働いて、そこから独立をして、自分で、まあ1年ぐらい、まあ正確には1年弱ぐらい個人事業主やって会社を作って、で、10年ぐらいやってるんですけど、なんかすっげえしんどい時もやっぱり多くて、そんなに最初からうまくいった方でもないし、じゃあブログやって1年で月に100万とか200万稼いだのかとか、大学時代にね、年商1億円とか、そんなのも全然できてない。ブログとかで月100万円稼げるまでに僕11年とかかかってるし、なんか自分でこうビジネスみたいなのをやるけど、まあ大失敗もしないけど、でもうまくいかない。そんなにすごい儲かるみたいなこともなくて、で、それでもやりたいことはいくらでも出てくるから、そっちにお金と時間を使っちゃって、会社の経営もやばくてみたいなことってめちゃくちゃあって。まあこれは全然最近でもそうっちゃそうなんですけど、そういう本当にいろんな回り道とか壁にぶち当たり続けてきた人生だからこそ語れることっていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思っていて、もちろん、その、例えば何でもいいんですけど、じゃあ自分でね、大学生の時に起業して、それがめっちゃ大きくなって、ファイヤーして、もう本当に今までの人生で、もう申し訳ないけど苦労したことがないです、みたいな人が語れることっていうのもあると思うんですよ。それは全然あると思うし、そういうのがなんか魅力的に見えるっていうのもわかるんだけど。でもそうじゃない人生を送ってきたからこそ、語れることっていうのはあると思っていて、だから、このチャンネルの視聴者って言ったらめっちゃ年齢層高いんですよ。まあ僕がそんなにね、20代前半みたいな若くないからっていうのはマジあると思うんですけど、まあ刺さらんですよね。まあ、自分で言うのもなんなんですけど、こんな話を20代そこそこの人にしてみても刺さらない。そんなのよりも、やっぱり最初からポーンって突き抜けて、まあ要は学さんみたいにさ、マレーシア、なんかそういう海外とかに移住して、なんか生活費も抑えつつ、なんか自由にこう割と仕事して、それでも月何百万って稼ぎ続けてますみたいな。なんかやっぱそういう方が魅力的に見えるし、だって憧れるでしょ、そっちの方が。そんな憧れないじゃないですか。そんな苦労の連続で、その今まで来ましたみたいな人に。やっぱ入り口としてはなかなか難しいと思うんで。まあでも、ある程度こう、年齢を重ねていくと、若くて、もうすごい順風満帆にうまくいったっていうよりも、なんかすごい泥臭く時間かけてやってきたっていう方が刺さるっていうところはあるのかなと思っていて。H2 や H3 の下に置く画像は、素材サイトの写真よりもクオリティが低くても、記事の内容を要約した図解等を置いた方がいいか。いや、そんなことないよ。イラストや画像編集が得意ではないので、出来上がるものはパワポやキャンバーなどで作ったチープなものになります。それでも、図解等を置いた方が分かりやすさは確実に上がると思います。パッと見、綺麗に見える素材、写真素材よりもチープでもオリジナル画像等を多くするのがベターでしょうか。いや、微妙でしょ。って思う。なんていうか、前にそんな話をしたような気がするけど、なんか自分でチープだとか、クオリティが低いと思うんだったら、そんなの出すべきじゃないと思いますよ。これマジ、全く同じような話をした気がする。自分のブログじゃん。自分のブログでしょ？自分のブログで自分がチープなものとかクオリティの低いものを置いてもいいって思わない方がいいですよ。それさ、自分で店舗作って、自分の店舗にこれ変だけどなって思うようなものを置いてるようなもんで、そんなの嫌じゃないですか。僕だったら嫌だって跳ねのけますけどね。例えば、じゃあ自分が店舗を作ります。その時に、じゃあ内装工務店に頼んで、工務店がなんか変な絵を描けようとしたら、僕だったらその絵はいらないからやめてくれって言うんですよ。だって自分の店舗なんで、それがなんかいいか悪いかとか、そんなのは別にして、その自分のものなんで、自分の領域のものなんで、やっぱりその人が一番こだわる必要があって、いいと思うなら置けばいい。それが自分が、これがここには必要で、これがいいと思うんだったら別に置けばいいんですけど、自分がそんなにだって思ってるものを置くっていうのは、やっぱりいいことではないと思う。なんか、これはね、すごいいろんな人に言うんですけど、まあ昔からね、別にこの自分の社内だけじゃなくて、ほんといろんな人に言うんですけど、例えば外注さん、まあデザイナーさんとかかな、特に。なんかデザイナーさんとかに、じゃあこう記事のデザインをお願いしましたっていう時に、
その画像の解像度めっちゃ荒いことがあるんですよ。この画像なんでこんなに解像度が荒いんですかって聞いたことがあるの。そしたら細かいこと覚えてないけど、うちが提供してる写真か何かの解像度が荒いからこうなりましたみたいなことを言われたんだけど、俺それ間違ってると思うんだよね。なんで間違ってるかっていうと、自分はデザイナーさんなわけじゃないですか。だからデザインについて詳しいわけじゃないですか。だから僕みたいなデザイン素人みたいな人よりも、やっぱり画像とかそういうものについてのこだわりっていうのは人一倍持ってないとダメだと思うんですよ。職人さんなんて言ったら。でもこっちが荒いものを提供したからそれをそのままはめるって、僕プロじゃないと思うんですよ。なんかそれをはめてくれって言っても、いや、その自分はそのデザイナーやっていてクオリティにこだわってるから、これじゃはめたくないから、別のものに変えてくれとか、もっと解像度の高いものをくれとかって言わないとダメなんじゃないかなと思うんですよ。まあこっちもそもそもそんな、これが、なんだろう、もうこの写真しかないから使ってくれってお願いしてるんだったらそれを使うっていうのはしょうがないと思うんですよ。それがクライアントからの要望なんで、それはそれでいいと思うんですけど、こっちも別にその解像度低いものを出してるっていう認識もないし、なんかそれをそのまま何も言わずに使って、しかもさらにこっちが言わなかったらそれ何も言ってこないわけですよ。向こうからこれ解像度低いけど大丈夫ですかって言われたら、まあ、大丈夫なのか大丈夫じゃないのかっていうのを言えるんですけど、向こうは別に何も言わなくて、とにかくこっちがそれを提供したから、それをはめましたみたいな。いや、ダメだって思う。僕の基準だったら、僕の仕事の基準だったらダメ。なぜなら、自分はデザイナーなんだから、そんな仕事をしたくない。ちゃんとしたものを出すっていうのが僕はデザイナーの仕事だと思うから。その言われたことだけやって、どうこうっていうのはやっぱり、仕事として、まあもちろんそういう仕事もあるとは思うけど、なんかそういう風な仕事の仕方っていいものができるとは思わないので、なんかやっぱりぶつかる時はぶつからないといけないと思いますね。まあそれこそ、ハンズプラスってサービスやってますけど、めっちゃぶつかりますよ。ちなみに、ジャンル選定だとかいろんなところで、なんか向こうが、ジャンル、このジャンルがいいんですけどって言われても、いや絶対こんなうまくいかないからこっちの方がいいよみたいなことでぶつかったりする。いやでもみたいな、いやみたいなやりとりがある。本来こんなんぶつけなくていいわけですよ、クライアントワークで考えたら。向こうがこれでって言われたら別にそれ受けちゃえばそれでいい。もちろんそういうパターンもある。そういうパターンもあるけど。なんかでも、なんか後でね、後悔もしてほしくないし、なんか頼まなきゃよかったなんて思われたくないから。もちろんその、選択が正解かどうかわかんないですよ。こっちが出してるのが正解かわかんない。もうそれは誰にもわかんないじゃん。でも少なくとも自分が微妙だなって思ったもの、と自分がこれがいいなって思ったものがあるんだったら、ちゃんとそれは戦わせるべき。それでも自分はもう失敗してもなんでもいいから、これを自分の選択を信じるんだって言うんだったら別にそれでいい。でも何も言わずにそれを通すっていうのは、やっぱり良くないと。仕事のやり方として。てかなんか、そういうの結構嫌で、自分で会社辞めてっていう人は多いと思うんですよね。まあ別に僕はなんか代理店時代にそういう不満があったとかではないけど、割とよく聞くパターンで、元々の会社のやり方とかが嫌で、例えば良くない商品とかでもやっぱり営業だからそれ売らなきゃいけなくて、ね、営業トークとかで売らなきゃいけなくて、やっぱりそういうのが嫌で、本当に自分が心からいいと思える商品だけを売れるように自分で会社作りましたみたいな人結構いるわけですよ。だからそういう思いの部分っていうのはすごく大事な部分なんで、なんかそのできるできないとか、本当に、まあそれは大事なんですけど、でもじゃあできないからこれでいいよねみたいな。結局のところ妥協の産物じゃないですか。じゃあそれでうまくいくのって多分うまくいかない。もちろんそのもの自体もそうなんですけど、考え方自体が良くなくて。普通やっぱできないものがあったら、それをなんとかできるように自分が練習するのか、誰かにお願いするのかっていうのをしないといけない。でも自分はこれぐらいしかできないから、じゃあこうしようっていうのは、それはブログだろうが、YouTube だろうが、まあいい考えだと思わないので、なんかその辺っていうのは、なんかやり方とか、そういうのはもっと考えてもらってもいいのかなとは思いますね。まあこれが正解だとは思わないですけど、僕の話自体が。まあでもそういう考え方もあるんだよっていうのはなんか覚えておいてもらうと参考になるんじゃないかなと思いますね。久しぶりに来ました。以前コメントで痛いところを指摘していただいてからの復活です。あれから中途半端な状態だったブログを一旦離れて自分の強み、資格と職歴を生かしてマネタイズを意識したブログを立ち上げました。まだ集客記事録記事、昨日やっと1記事公開しました。中西さんの力を借りたいと思いつつ、今の私に足りない本気さと自分で頑張ろうとする力を育てたいと思います。頑張ってください。まあそれは頑張ってと言うしかない。まあハンドプラスみたいなね、サービスを使ってもらえば、それは展開してる側からしたら嬉しいけど。まあでもやっぱり、なんかよく話すじゃないですか。こういう風に作ってるとか。なんかそういうのに共感してくれて申し込んでくれたらいいなと思いますね。会社の仕組み化に何度か貢献したんですが、北原さんの動画を見て、自分自身の仕組み化マニュアル化ができていないと気づかされました。ここで北原さんを話題に出してくれたおかげで動画に出会いました。ウェブシク TV 感謝。あれですね。僕多分ね、北原さんに結構送ってると思う。送客してると思う。逆のパターンもあるかもしれないけど。まあでも北原さんがうちの名前を出すこと多分ないから、まあチャンネルの方向性的には多分ちょっと違うから。でも多分僕の動画、てかウェブシク TV にハマる人は北原さんね、たまるよ。なんか僕のやつよりもエンタメに近いし、結構言ってること被るから、結構ハマると思う。まあそういう意味では、うちもね、ちょっと YouTube のやり方変えようかなと思っていて、
まあ、北原さんみたいなエンタメじゃないけど、なんかもうちょいああいうドキュメンタリー的なのも撮れればいいなっていうのはちょっと思ってて、それはね、今考えてるところですね。ブログと YouTube についての質問です。ブログでは少しずつ稼ぎ出していて、YouTube は始めたばかりで収益ゼロ。でも YouTube の方がやっていて楽しい。中地さんだったらどっちを取りますか？収益を目的とするならばブログに振り切った方がいいですよね。今までブログで稼げなかったので、今後毎月稼げる未来が見えません。努力次第だとは思いますが。まあ、どっちでもいいです。正直。賞味どっちでもいい。結局ブログで稼げてるけど、ブログやったらそのままね、稼げるのかとか、その収入が大きくなっていくのかってわかんないじゃないですか。で、YouTube にしても楽しいけど、じゃあそれが収益につながるのかって言ったらわからない。まあ、もしかしたら、ブログよりも、今、ちょっとずつ稼げるようになってきてる、ブログよりも、YouTube の方が、もっともっと稼げるようになる。もう、これって、どんだけ考えてもわからないので、その、考えてもわからないことを考えてもしょうがないから。だから別にどっちでもいいんじゃないと思います。で、どっちがいいかわからないなら、サイコロでも振ってください。1から3が出たら、ブログ。4から6が出たら、YouTube。別にそれでいい。多分、大差ないです。どっちにしても。結局、ブログでうまくいく人は、YouTube やっても多分うまくいくし、YouTube やってもうまくいく人はブログでもうまくいくから。だから、ほんまどっちでもいいと思う。結果論だからね、どうなるかはわからないけど、僕はマジどっちでもいいと。まあ、YouTube やっていて楽しいんだったら YouTube やればいいんじゃない？でも、ブログだって稼げるようになってきて、それこそ収益が大きくなったら、ブログも楽しくなるよ、絶対。人間ってさ、すっげえ現金なもんだからさ、みんな働くの嫌だって思ってるじゃん。今さ、まあ、ほとんどの人が多分、会社行きたくないなとかって思ってるんですよ。でも、それって、結局、給料が、高くなったらみんな多分喜んで会社行くんですよね。まあ今の給料がどのぐらいかっていうのは人によって違うと思いますけど、まあ20-30万、多分ほとんどがこの範囲に収まると思うんですよ。じゃあその給料が来月から倍になりますって言われたらどうですか？多分喜んでスキップしながら会社行くと思うんですよ。だからそういうもんなんですよ。だから結局今好きじゃないとかって思っていても、それってその仕事自体がどうこうとかそういう話じゃなくて、結局お金稼げるようになったらそれが好きになるみたいなの全然あると思うから。なんかブログが今もしかしたら楽しくないかもしれない。わかんない。YouTube より楽しくないかもしれないけど、でも収益が上がったら楽しくなるっていうのも全然あると思うから。だから、結局トータルどっちでもいいです。ほんまにどっちでもいい。あとは、なんか自分がどういうやり方をしたいかとか、どういう体制を作れるかとか、なんかそういうことで考えていけばいいんじゃないかな。例えばブログの方だったら外注化とかしながら自分の時間そんなに使わずにできるっていうんだったら別にブログでもいいと思う。YouTube だったら自分が演者としてやり続けないといけないから、これが全然楽になる映画見えないからそれはしんどいなとかっていうのもあるじゃないですか。まあ逆かもしれないけど。YouTube はある程度効率化とか自動化ができるけど、ブログに関してはそれができないよ。なんかそういう、結局そういう話って自分がどうなりたいのっていうのが一番大事で、なんか将来的にどうしたいのか。うん、だからお金稼げれば自分が馬車馬のように働いていてもそれで全く問題ない、それでも幸せだって思うのか、いや、お金は多少稼げなくたって、自分のこうフリーな時間が増える方がいいっていうのが、それはもう人によって違うじゃないですか。どっちがいいとか悪いとかそういう話ではないので。だからその辺で決めればいい。まあでも、最初、このビジネスとして考えるんだったら、最初は儲かりそうなところに全振りするっていうのが大事ですけどね。その、自分が楽しいとか、そんなのは本当、後から考えればよくて、なんか儲かった後でもいくらでもできるから。だから最初は、とりあえず、お金儲けられるんだったらお金儲けて、なんかその後で考えるっていう方が、わかりやすいかもしれない。まあでもそれが結局今のね、ブログなのか YouTube なのかっていうのはちょっとわからないけど、ブログで稼げるようになってるけど、結局 YouTube の方がもしかしたらバンって稼げるかもしれないじゃないですか。そうじゃなくて今のままブログをやってる方が YouTube をやるよりも稼げるかもしれない。いや、これは本当にわからないので。サイコロ振ったら32が出たので、YouTube は毎日1本投稿しながらそれ以外の時間ブログ全部打ったら行こうと思います。32って何ですよね、特殊なサイコロ。そんな特殊なサイコロある。最近稼いでいる YouTuber さんと話すことがあったのですが、顧客のニーズを満たす部分ではブログも YouTube もどんな事業でも一緒だなと思いました。ブログ以外でも稼いでいる方の話はとても学びがあります。まあ同じっすね。同じ、結局何でも同じ。なんていうか、やることは違うんですよ。ブログも YouTube もやることは違うんだけど、だってブログは例えば記事を書いたりとか、まあそれこそ SEO 対策みたいなのをする。 YouTube は基本的にそういうことやらないじゃないですか。基本的に動画を撮ったりするんですけど、でも、まあ、結果を出すまでのプロセス自体はそんなに変わらなくて、一個一個の作業は違うんだけど、結局何をやらなきゃいけないかっていうのはもう決まっていて、今ゼロのところにある。で、自分の目標がこの辺にある。まあ、それは収益でも何でもいいんですけど、例えば月にじゃあ、10万円稼ぐっていう目標があった時に、ここに到達するまでにコンテンツを作りながら、そのコンテンツがどういうふうに評価されるのか。ブログだったら SEO。まあ、SNS でもいいんですけど、YouTube だったら、その YouTube っていうプラットフォーム。まあ、あとは、視聴者ね。に、どういう風に評価されるのかっていうのを見て、その結果、じゃあ、次のコンテンツをどうするのかっていうのを考えて、
次のコンテンツを作る。で、またその評価を押してもらって、評価を見て、次のコンテンツを作る。まあ、これは何かっていうといつも言ってる PDCA なんですけど、結局その PDCA 回せるかどうかだけの話なんで。あとはその継続力とかそういう話。でも、継続力についても別に変わらないじゃないですか。変わらないっていうのは、そのブログだろうと YouTube だろうと他のものだろう、継続力は必要です。で、PDCA 回すのも必要です。で、そのコンテンツを作るとか作り方っていうのは、そのブログも YouTube もさっき言ったみたいに違うんですけど、でも PDCA の分回し方は同じなんで。だから結局 PDCA 回せるかどうかの話で、ブログで PDCA 回せない人は YouTube で PDCA 回せないし、PDCA、YouTube で回せる人は、ブログでも PDCA 回せるし、だからどっちでも結果出るっていう話。まあもちろんね、YouTube で成功した人が全員ブログで稼げるとか、そういう話ではないけど、その成功の仕方にもいろいろあるから。まあでも地道に積み上げてきた人っていうのは、ある程度再現性はあるんじゃないかなと思います。だからブログでもよくわかんないけど稼げちゃってる人っているんですよね。なんかわかんないけど、言ったらブログを始めて半年ぐらいで月に20万稼げるようになりましたとか、 YouTube もよくわかんないけど、なんか自分が飯食ってるところを撮影していたら、それが登録者めっちゃ伸びて何十万人になりましたとかっていう人っているじゃないですか。まあ全体の数から見たら一部かもしれないけど、結構そういう人っているわけですよ。まあ言ったらやってる人数が多いから、ブログやってる人も YouTube やってる人もめっちゃすごい人数がやってるじゃん。もう何十万人何百万人っていう人がやってるから、それはその中にはなんかわかんないけど適当にやっていたら伸びちゃいましたみたいな人もいる。そういうパターンの場合はやっぱりその再現性っていうのはない。だって自分がどういう風にしたらうまくいくのかっていうのが分かってないから、その PDCA サイクルとか別に回してるわけじゃないから。でもある程度地道にやっていてうまくいかない、じゃあ何がうまくいかなかったんだろう、次はこうしたらいい、でそれをやってみました、でそれがうまくいったのかいってないのか、うまくいってないんだったらじゃあ次はどうしたらいいんだろうっていう、これを考え続けるっていうことをしていれば、そこのプロセスどういう風にして結果を出していくのかっていうのを学ぶことができるから、だからまあ何でも、まあ、共通してある程度結果出るようになるんじゃないかなと思いますね。まあスポーツでも同じです。前も言ったかもしれないですけど、結局スポーツやってる人っていうのはこういうことを中学とか高校、まあもしかしたら小学生ぐらいから前年やってる人がいて、例えばテニスとかで、サーブが苦手な人がいて、サーブが苦手ですと。じゃあ何が違うんだろう、サーブが上手な人と自分は何が違うんだろう。で、サーブが上手な人のやつを見て、まあ今だったら YouTube とかね、いくらでもあるからそういうのを見て、あ、自分はこうしてないんだ、ここが違うなって思ったらそれをやってみる。で、それがうまくいったかいってないか。まあ大体うまくいかないんですよ。じゃあ次はどこが違うんだろうっていうのを考える。で、やってみる。まあスポーツもそうじゃないですか。そういう風にして上達していくもんだって僕は思ってるんですけど。だからブログも YouTube もスポーツも、まあ他のビジネス何でも、ね、そういう風にやっていくと結果が出ると思うので、まあ結果が出てない人っていうのは、なんかそういうのを意識してやってみてほしいなと思います。まあ継続力が大事とかって言うじゃないですか。なんかその、結果を出すのに一番何が大事だと思いますかっていう質問で、継続力みたいな答えってあると思うんですけど、まあ確かに継続力って大事なんですけど、なんか僕はそれってもう論外というか、継続力が大事、継続しないと結果が出ないなんていう話、わざわざする必要ないと思うんですよ。そんな当たり前すぎるから。継続しなくても結果が出るなんて思ってる人多分一人もいなくて、なんかそれを聞いて、あ、そうだよな、継続しないとダメだよなって、なんか改めて納得する人ってなかなかいないような気がするんですよね。っていうか、あ、継続しなきゃやっぱダメだよなって思う人は、やばい。なんかそのビジネス戦闘力というか、あれが低すぎるので、なんかもっと本当にやり方とか考え方とかいろいろ変えなきゃいけないんですけど、なんかあんまりその議論をすることに生産性もなければメリットもないなと思っていて、だってさ、継続することが大事だって言われたらさ、あ、じゃあ自分の課題、一番の課題は継続だ。継続だ。じゃあ、何でもいいからとにかく継続することを意識してみようみたいな感じになっちゃうんですよ。じゃあ継続してれば稼げるのかっていうとさ、そりゃ継続してたって稼げないパターンなんていくらでもあるわけじゃないですか。まあブログとかでもまさにそうなんですけど、じゃあブログを継続して5年間書き続けたら稼げるんですかって。それは関係ない。全く関係ない。稼げるブログとか稼げる記事、役に立つ記事だったらそれは稼げるようになるかもしれないけど、でもただの継続っていうところに視点を置いてしまうと、じゃあ日記みたいなもの、個人の日記みたいな、今日何を食べましたみたいなのを5年間書き続けて、それで何か収益が生まれるんですか、生まれるわけない。でもそういうことをしちゃう。なぜかって継続が一番大事だって、大事だっていうふうに言われたから。まあ良くも悪くもめっちゃ素直なんです、そこは。だから継続大事だけど、当然ここも外しちゃいけないよねみたいなことも考えてできるんだったらいいんですけど、やっぱりそういうことはめちゃくちゃもう難しくて、継続が大事だって言われたらもうそれしかできないみたいな感じになっちゃうから。だからあんまり僕はその継続っていうことは言わない。もうそもそもそれは大前提、継続することってのは大前提の話だし、それをしたところでメリットがないから。ただ PDCA 分回すっていうのはマジで大事だと思う。結局結果が出るかどうかって PDCA 回した回数だと思いますよ。これはマジで結構真理に近いと思っていて、だからずっと継続していても PDCA を全く回していなかったら、それって継続してる意味がないんですよ。
だから5年間 PDCA 回し続けて、多分成功しない人っていないんですよ。まあその成功の規模にもよるけど。でも、少なくとも全く結果が出ないなんてことは多分ない。そのブログで、例えば月に5万円超えないとかってない。まあ5年間回し続けたらね。短いサイクルで PDCA 分回し続けて、で、逆に難しいですよ。だって、ああじゃない、こうじゃないっていうのをずっとやり続けて、外し続けるってことなんで、逆にむずいですよ。そんなの。昨日仕事帰りに図書館によって、SNS 運用の伸ばし方の本を数冊借りて読み始めました。朝活は苦手ですが、布団の中でもスマホを触ることができるので、SNS 運用初めてですが、まずやっています。いいっすね。暗闇で走り続けて、当たったらしいですが、ほんの少しでも光が見えますように。ちなみに、長行きの飛行機は墜落しかけているので落ちないように立て直します。頑張ってください。応援してます。借りてきた本を参考にして、運用用のアカウントを作成したんですが、アイコン画像は目立つもの、アカウント名は興味を引きそうな名前にするとあり、素直にアカウント設定してみました。ここで質問なんですが、ブログ内のプロフィールも統一して、SNS 運用に合わせたアイコンや名前に変えた方がいいか。現状、ブログのプロフィールはそのまますぐにしています。あ、変えた方がいいですよ、そりゃ。だって違う人がやったら意味わかんないじゃないですか。それ変えた方がいいです。どっちがいいかって言われたら100変えた方がいい。その SNS とブログが違うっていうのは、ダメですね。例えると、SNS、Twitter を人手さんっていう名前でやってるのに、ブログはなんか全然別の田中太郎さんがやってるみたいな。で、違和感しかないじゃないですか。だから、普通に揃えるもんなんで、揃えないとダメですね。継続大前提、PDCA 回し続ける。いや、本当に、マジ大事だから。だから自分がちゃんと PDCA 回せてるかどうかっていうのは、考えた方がいい。なんか今のやり方で PDCA 回せてないんだったら、多分そのままやってもしんどいから。自分の今やってることがうまくいってるんだったら別に PDCA 回さなくてもそのうちうまくいくんですけど、その時だけですよ。その PDCA 回さないでうまくいくっていうのは。もう自分が成功のやり方をしているっていう時だけで、もうそんなのってほとんどありえないじゃないですか。だって初心者とか素人がいきなりやって、それが成功のやり方をしてるなんてほぼありえないでしょ。ってことは PDCA 回さないとほぼ失敗するんです、全部が。だってビジネスでも同じなんですけど、僕らだって最初からね、その YouTube をやり始めた時だって、YouTube の1本目からもう正解の動画なんて作れるわけなくて。そうだって誰もやったことない。撮影どうする、企画どうする、台本どうする、編集どうする、YouTube アップロードするときの、じゃあアップロードの仕方とか設定どうするとか、そんなん何にもわかんない中でやるわけなんで。だから、それは一個一個改善していかないと絶対にうまくいかないんですけど。だから PDCA 回さないっていうのは本当に、基本的にもう失敗に向かってんのと同じなんで。PDCA って、こう、物事を改善するためのフレームワークというか考え方みたいなやつなんですけど。それを回さないっていうことは結局それ失敗に向かってるのと同じなんで。本当にちゃんと PDCA 回した方がいい。で、これは感覚でやるんじゃなくて、本当に PDCA、じゃあどんな PDCA 回してますかって言われた時に、ちゃんとそれを答えられるようにしておくっていうのは大事。そうじゃないと多分やってないから。やってる気になってやってないみたいになっちゃうから。うん、ていうかね、なんかそれがないと、なんじゃあ何も考えないで思考停止でやってるよねみたいな感じになっちゃうんですよね。ブログだったらただただ思考停止で記事書いてるだけなんだ。YouTube だったら何も考えずに動画出してるだけだみたいになっちゃうから。現在育休中です。1年足らずのわずかな時間ですが、育児の隙間時間を使って Web 職 TV で苦手な分野の AI や Web ライティングなどを勉強しています。ありがとうございます。1年後には副業月5万目指しながら転職への足がかりを得たい。次のステージ長く頑張ってください。応援してます。チャンネル登録よろしくお願いします。